ちょっとでも減っちゃったかな。なるほど。今朝全然食べてないから。あ、で昨日車酔いして吐いちゃって。でも今まで車乗ってるでしょこの子。ちょっとロングドライブだったんですよ。ちょうど運転手がこの人で、いつもは誰か運転してこの犬を触ってるけど。あのこの人運転して犬単体だったんで、キャリーで入れておいたんですけど、やっぱ滑ってで、それで結構吐いて、夜は夜はちょっとあんまり食べなかったんですよ。で、だから少ない、多分それとなんかすごいすごい犬、向こうの犬とめっちゃ遊んだらしいんですよ。あ、そうなの。それでもう負担になって帰ってきてますね。じゃあちょっと熱から、はい、ごめんなさい、すみません。足ついてください、四つ足。はい。はい。でも50ぐらいは食べるんですよ、餌。はい。でも昨日はちょっと食べない。ちょっと昨日は朝食べて、で、その後車酔いで吐いちゃって、その後大騒ぎして帰ってきてぐったりって感じ。吐いたのは1回だけ。1回だけです。それは食べ物が出ちゃったんですか。食べ物が出ちゃった感じです。車乗って入ったのは昨日が初めてではないので。あ、そうなんですね。ちょっと車弱い、うん、この短距離ならいいんですけど、慣れてくるみたいけど、慣れるかどうか。食べ、まあ、慣れますよ結構、うん、ちょっとロングドライブなるべく乗せて、近くだはちょっと買い物でも乗せて、うん、ただ体重がさ、なんか減っちゃってるんですよね。ね、減ってるよね。100って大きいですよね、この子の100って、うん、僕らの1キロじゃないよね、3キロね、1900、まあ、2キロとして、うん、3倍ぐらいだからさ。やっぱでも、そのドライじゃなくて、そのなんかいろいろやってた時はやっぱり60何とか食べてたんですけど、うん、25やると20食べるんですけど、5は食べれないんですよ。食べて落ちて、うん、今はもうなんかすごい、今日ここに来てからはめちゃくちゃ食べたくてしまう。なるほど、テンションが上がってきたわけね、うん、疲れがちょっと取れてはい、顔見せて。すごかった。そう、何時間ぐらい乗ったんですか。3時間ぐらい遊んでました。あ、そう、あ、車は1時間です。1時間ですけど、こう1時間ちゃうかな。でもキャリーがちょっとガタガタってなる感じだったのかもしれないなと思って。いつもキャリーじゃなくてこう横に人が乗ってるので、そうそうそう、犬用のシートベルトして、キャリーだとどうしても踏まれないからね。はい、じゃあちょっと洗顔しますね、顔見して。他の犬と同じこと遊んでました。遊びました。はい。あの若い子。同じぐらいで、で体格、あのマルチーズ。はいはいはい。なんでそこまで体格も。なるほどね。向こうの方がちょっと大きいくらいで。永遠に遊んだった。なんか肛門線は？まだ今日絞ってない。一回じゃあ私がやる前にネット見、はい、聞きですよね。はい。尻尾持ってここで、はい、この前の絵を思い出して下から、あ、なんかでね、ちょっと下、はい、もうそんなとこ出ない、なんか出ないわ。こうね、毛があるからまず肛門をよく確認してるんだよね、うん、ここですね、肛門で、ここじゃなくて、ここで絞る、うん、ごめんね、こんな感じで、あ、だからな、慣れなんですけど、また今度もやってもらいますからね、はい。
全体ケアはどうですか？何秒ぐらい？あと30分。前がだけ。もう離婚してるね。はい。あ、前歯だけ。でももうなんかやれそうだけどね。なかなかうまいこと。口を開かせないようにしたからですよ。開いちゃうとなかなか。まずは外側ね。で裏側やるときは。はい、大好きだね。はい、ごめんね。は、まあ、口を開かなきゃいけないから。まあ、どうも。やらせてくれる方です、これは。はい、はい、もう一回ご褒美あげようか。ものすごい好きだね。はい、はい、どうぞ。いつまででも舐めてそうだもん。うん、いいね。はい、それとあとちょっと軽く溶かしましょう。急にテンションが上がったね、歯磨きしたら。でもあの溶かすのは大丈夫なんですね。はい、最近きれいに溶いてあるから嫌がんないです。あんまり嫌がらないです。じゃあそれはいい感じですね。でもなかなかやるここの口の毛はやろうとはしてるんですけど、ええ、ちゃんと根元からは溶けてない感じなんです。顔やろ。ここはね、ここを1日1回はやっててほしいんだよね。そうか、どうしよう。まあ、じゃあちょっと様子見ますか。まあ、こんで履かなきゃいいんだけど。そうですね。うん、薬もだって、いつこの間やめたとこでしょ、6月入って。はい、うん、多分、その、本当に車酔い以外では履いて、今日は履いてないんですね、ちなみに。履いてないです、履いてないです。それ以外で履くっていうことはなかったので。はい、じゃあまあ、今日ってうんちあるんです。今日うんち持ってくるの忘れちゃって。あ、わかりました。じゃあ、はい、わかりました。この子っていつなんだったっけ、あれ。あ、で爪切りをお願いしたくて。あ、わかりました。爪も切ります。バリアとかは16。あ、この間出したから。あれは飲みました？リクスが。あ、飲みました、飲みました。え、じゃあ爪を切りますよ。毛も切りますね。うん。